北京大学物理学科にあるブロンズ共造機構は中華人民共和国の物理学者。北京出身、中国科学院に所属していた。2001年に国家主席の江沢民より国家最高科学技術賞を受賞した。1919年北京生まれ、北京に本部を置く遠京大学を将来有望な物理学者として卒業した。1948年、 イギリスのブリストル大学の HH ウィルズ・フィジックス、ラボより博士号を取得し、リバプール大学でポスドク研究を続け、そこで1949年から1951年まで、マックス・ボルンと共にディナミカルセオリー・オブ・クリスタル、ラティシーズを強調した。1951年、中国へ教鞭を取るために戻り、北京大学で物理学教授となった。 1955年、中国科学院の最初のアカデミー会員の一人となった。1983年の退官後、半導体の研究に引き続き積極的に取り組み、1987年から1991年まで中国物理学会の会長を務めた。中国科学院の半導体研究所の所長を務めていたこともある。 個体物理学の分野において貢献が多くある。ノーベル賞受賞者、マックス・ボルンとの協調の結果であるディナミカル、セオリー・オブ・クリスタル・ラティシーズは、長寿の言葉によると現代物理学の古典的作品となっている。ボルン、コウ・キンジの名前の一部はこの人物にちなむ。ありがとうございます。